はごく普通の男主人公佐藤を演じられました三浦春馬さんです。こんばんは、えー、三浦春馬です。えー、っとですねこの映画があ撮影されたのは約一年と三か月か四か月ぐらい前だったと思うんですけどやっと皆様にあのお届けできる日がやってまいりましたあのー、この映画とてもその この秋しっかりと温かい気持ちであの書、ー、いていただけるような、えー、そんな映画に仕上がってます。なので本当に日本中の方々に見ていただき、見ていただきたいなと思っております。えー、今日は短い間ですけどもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きましてカズマと由美の娘高校生になった美を演じられました常松由里さんです。はい、常松由里です。こんにちは。 えっとここにいるあの素敵な女優さん、俳優さんの方々、本当に大好きな方々で、この場にいれることをとても光栄に思っています、えーっと、一日一日の小さな奇跡を大切にしたくなる映画だと思います、ぜひ心に焼き付けて見てください、今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました あの三浦さんと多部さん、うん、この並び、私、ちょっと、はい、あそういえばよく見てたような気がしますけれども3度目で、はい、しかも4年に一度そうなんですねしかも恋愛なのでまるでオリンピックのような関係だよねっていうふうに多部さんはおっしゃってくれましたけどもなんか二十歳の時の確かあの映画もそうですよねあのここだったかわからないんですけど舞台挨拶したなと思って多分、ここですよね。<laughs> 多分そうだよねえ、ここで確かそうだった気がします。で、さとりさんしてくれましたよねはい、そうございます年月長いでございますいやもうそこからですよ八年、九年経ってまたこうして同じはい運命かな田部、ね、さん、そう言ってます三浦さんはそっか私じゃあ六本木ヒルズに来たってことですかそうだと思います全然記憶にないですねそう、しかも多分ここでなのか ね挨ささせてもらったのでなんかまたなんかこ,うこの機会は感慨深いなっていう,ふうに思いつつ少しその頃よりかはゆとりを持ってあの皆様の前に立てている自分のなんか少しあの自分で言うのもあれですけど成長できてるんじゃないかなっていう,ふうに思いますそこまで緊張せずにこうして皆さんの前であの映画のことを話せるんだろうなっていいう,うにも思いますし、上さん、だからやりやすかったって何かエピソードありますか だからもちろんその自然体にこう現場で過ごすこともできましたし仕事もお芝居もできるんですけどやはり二十歳の時の自分とそして24歳の時の自分を知ってるわけですよねだから芝居の仕方もそして現場での立ち居振る舞いや一人の男性としてのなんかこう雰囲気だったりとかっていうのもうっすら多分覚えてると思うんですよ。だかからやっぱりどこか現場での その主軸として立たせてもらえるその今回の機会にどういうふうに多部さんという女優さんにあのいい芝居とそして雰囲気を届けられるだろうかっていうところでの緊張感はあの正直ありましただけどそれってあのなんだろう悪い緊張感じゃなくていい緊張感を抱いての,あの現場での時間だったのでそれは僕にとってすごく あのまた貴重な経験をさせてもらったなっていうふうに、はい、思ってます常松さんと萩原さんに聞いてみたいと思いますあの10年後のご自分たちってどか。十年後いや結構私今二十歳なので30歳になっているんですけど今あの舞台の今二十歳なんですよ <laughs> 今舞台の稽古をしていて皆さん、腹筋とか筋トレとかがすごくてすごい素敵な体をしていらっしゃってで私、この作品で4日間連続でずんだ餅を食べたりとか,もうなんか何も遠慮せずに吸収しちゃってるんですけど多分この10年間は気をつけなきゃいけないなっていうのとプラス筋トレもしてあの素敵な健康体の体を維持していたいなって思ってます、はい、じゃあ三浦さんからいきますか。 僕好きな人はそう,です、ね、そうあのこんな,なんだろうすごく柔らかな雰囲気を持った上司いてほしいなっていうキャラクターなのでなんかすごく上司なんだけど肩の力を抜いて相談もできそうだしあとは何だろうアイディアを持ちかけるっていうこともなんかこう恐縮しないでとか萎縮しないで持ちかけられそうなので。 こんな先輩いたらいいだろうなっていう。超嬉しい。はい、本日はお集まりくださいまして本当にありがとうございます。えー、奇跡とか運命ってきっとあのー、誰かが誰かを思いやることから始まって、でその思いやりが人を動かし、でその人の行動が奇跡を生んだりとか。 運命に繋がっていくんではなないかなっていうふうに思ってるんですがこの映画はその日常生活におけるその思いやりの連鎖から始まりそして奇跡に繋がっていくそういうエッセンスがたくさん詰まった映画になってると思いますなので見ていただいた後にご自身の,その日常生活に実はこんなにも思いやりがあふれていたんだあ今思い返せば隣にいる奥さんやそして友人 とのそのそ絆っていうのはあの時の思いやりから成り立っていたんだっていうことに気づいていただけるようなそんなきっかけをあのくれるような映画になってますあのなのでこの映画を見ていただいて今の日常生活を今以上に誇ってもらえるようなそんな映画になっていると思うのでぜひぜひ、えー、いろんな方におすすめしていただければと思います本日は本当にありがとうございましたありがとうございましたこの秋は劇場で アイネクライメンなはとむじう <laughs>